毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画はですね、視聴者さんに聞いた夏におすすめ、崩れにくい人気化粧下地ご紹介していきたいと思います。いや、もう最近本当に暑いですよね。もう暑すぎてね、ベースメイクの見直しをね、考えてらっしゃる方も多いんじゃないのかなって思ったので、今日は視聴者さんに聞いた中でもね、特に人気だった夏に相性がいいね、崩れにくさに特化してるタイプの化粧下地を紹介していきたいと思います。いろんなコスメがね、幅広く上がっていたんですけど、プチプラ編とデパコ編分けて集計してみました。また崩れってね、原因もなんかすごく様々で、例えば皮脂テカリがね、原因で崩れてしまうパターンだったり、あとは乾燥がね原因で崩れてしまうパターン、ベースメイクの相性が悪くてね崩れやすくなってしまってるパターンだったりとかね、それぞれね原因によって使うべきね下地とかも変わってくるかなと思ったので、それぞれの原因に合わせて幅広くねいろんな化粧下地をご紹介していきます。はい、それでは動画スタート。はい、そうしたらね、まず最初はプチプラで皮脂テカリ防止に特化したタイプの化粧下地からご紹介していきます。人気だった商品、まず一つ目がプリマビスタのスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止マキアージュドラマティックスキンセンサーベースネオビムビューティーキープコンフィデンスプライマーでした。みんなの意見ね集計してみると、やっぱりねこういった結構王道ラインがね引き続きすごく人気でした。そしたらまず最初はプリマビスタからレビューしていきます。もう皮脂崩れ防止下地といえばプリマビスタっていうさ、イメージあるよね。もうかなりね、長いことを愛され続けている夏の定番下地ではあるんですけど、実はね、ちょこちょこリニューアルとかはしていて、パワーアップし続けています。プリマビスタの下地は大きく2つに分かれていて、まずこちらがベーシックなタイプ。レギュラータイプとトーンアップタイプ2展開あるんですけど、レギュラータイプの色味は少し明るいベージュカラーっていう感じ。で、テクスチャーは軽くて水っぽい感じ。伸ばしにくさとかは特に感じないタイプで、馴染んでいくと結構わかりやすくサラッと感を感じます。そしてもう一方がカラーコントロールタイプ。テクスチャーや使用感はベーシックタイプと全く変わらないんですけど、見てわかる通りこっちは色補正効果がしっかりとついてきます。仕上がりによりカバー力を求めたい方はこっちのカラーコントロールタイプの方がおすすめ。では代表してベーシックタイプを半眼に塗ってみます。すっぴんと今下地を塗った方を並べて比較してみるとこんな感じ。プリマビスタのベーシックタイプの下地は色補正効果はほとんどないんですけど、まずねこれ毛穴はしっかりと埋まります。そして塗った瞬間からねお肌がサラッサラになるので、お肌がねすごくフラットに見えるから色補正効果はないんだけど、でもこの下地をつけることですっぴんよりもねお肌が綺麗に見える、そんなね効果があるかなと思います。プリマビスタの下地はね仕込むだけで簡単にねあのサラッと質感に変えられるから、やっぱねザ夏向け下地だと思うな。ちょっと一旦ティッシュね肌の上にのせてみます。この通り全然くっつきません。なのでまとめると、とにかくねもう今皮脂崩れがひどいんだと、もう分かりやすくねお肌をサラサラにしてテカリとかがね出にくくなるシンプルな下地が欲しいと思ってる方はね、プリマビスタの下地を買っとけば、まあ、失敗はしないんじゃないかなと思います。まあ、ただ最後にね注意点を一つ挙げるとするならば、やっぱねこの下地サラサラに特化してるからこそ、口コミとかを見てみると結構乾燥するから合わなかったっていうね声もちょいちょい見られる商品ではあります。まあ、でもねサラサラにしてくれる効果はね本当に実感できるので、私みたいな乾燥肌さんが使うんだったらね、あの特に崩れやすい部分に部分使いとかが個人的にはおすすめ。はい、そうしたらお次の商品はマキアージュドラマティックスキンセンサーベースネオ。まあ、この下地もね正直今紹介したプリマビスタの皮脂テカリ防止下地とね結構似てはいます。似てはいるんだけど、違いが何かって聞かれたら、私的にはねこっちの方がまだ乾燥しにくい。なので乾燥肌さんが全顔に使える皮脂テカリ防止下地が欲しいと思ってるんだったら、個人的に
はねプリマビスタよりかはマキアージュの方がいいかなと思うし、資生肌さんとかだったらこっちのマキアージュよりも今さっきね紹介したプリマビスタの方が相性いいんじゃないかなと思います。カラーバリエーションはベージュとグリーンとラベンダー、ベージュの方を出してみると色味はこんな感じ。ちなみにせっかくなんでプリマビスタと色味比較してみましょう。プリマビスタがこんな感じ。こうやって比較してみるとマキアージュの方がちょっとピンク味が強くてプリマビスタの方が黄みが強いですね。でテクスチャーに関してはね正直結構似てる。これもね同じく軽くて水っぽい感じで伸ばすと結構サラッと感をねこの時点で感じられます。はい、プリマビスタとマキアージュそれぞれ半眼ずつつけてみましたが仕上がりはこんな感じ。正直ねこうやって見てみるとあんまね仕上がりの分かりやすい違いはないかなっていう風に思いますね。マキアージュに関してもすごくねプリマビスタと仕上がり似ていて毛穴はねしっかりと隠れます。でベージュカラーに関してはそこまでね色補正効果は感じはしないんだけれども、まあ、塗ったことによってねテカリとかを抑えてくれるのですっぴんと比較をするとねちょっとお肌が整ったかのようなそんな仕上がりです。なので、まあ、どっちをね選ぶかに関しては先ほどもね言った通り自分の肌質に合わせて選ぶのがベストなんじゃないかなと思いますね。これら2つともねもちろん両方とも使ったことあるんですけど乾燥肌の私はどちらかというとマキアージュの方が使いやすかったです。はい、そしたら次はビムビューティー。これも同じく皮脂や汗によるねあのベタつきだったりとかテカリをね抑えてくれるタイプの化粧下地ではあるんですけど今さっきに紹介したプリマビスタとマキアージュと比較をするとねテクスチャーがちょっと変わってきます。プリマビスタとマキアージュは出すとすぐにねずっと垂れていく感じだったと思うんですけどビムビューティーはねこの通りちゃんと止まります。プリマとマキアージュは結構水っぽいテクスチャーだったのに対してビムビューティーは軽いクリームのようなそんなテクスチャーです。で伸ばしていくとこのようにクリアに変わっていきます。でまた違いとしてはビムビューティーはね香りがついてます。プリマビスタとマキアージュも香りはねついてはいるんだけど香料っぽい香りではなくてどちらかというと日焼け止めっぽい香り、それに対してビムビューティーは香料っぽい香りがついています。そこが違いかな。先ほど紹介したプリマビスタとマキアージュに関しては塗った瞬間からねお肌が分かりやすくサラッとしてなんか元々あった皮脂とかねテカリを吸収してくれるようなそんな使用感の下地なんですけどビムビューティーに関してはねちょっと違くってなんか皮脂とかテカリを吸収してくれるっていうよりかはなんか地肌の上にちょっとサラッとした薄いベールを一幕貼ったかのようなそんな使用感です。塗り終わったねお肌をね今こうやって触ってみてもなんかねすっごくサラッサラになってるなって感じでもないんだよね。やっぱりね皮脂テカリ防止に特化してるね下地って結構ねあの使用感がサラサラしてるものが多いんですよね。そういった使用感がねちょっと苦手なんだよなって方はプリマとかねマキアージュじゃなくてビムビューティーの方が使い心地はいいと思う。でカバー力に関してはね先ほど手元でね装置をあの見せた時もクリアにね変わりますよってお伝えしたと思うんですけどやっぱねあの顔につけてもそれは同様でカバー力はねビムビューティーほぼほぼないと思っても問題ないんじゃないかなと思いますね。これからファンデーションを塗ってお肌をね綺麗に見せるための土台作りとしてのね役割をしっかりと果たしてくれるような下地ってイメージ。はい、まずねプチプラで皮脂テカリ防止下地に特化してる化粧下地3つはこちらでした。どれもね人気な商品だとは思うんですけどやっぱね特徴とか使用感はね少しずつ違うので自分にベストなものを選んでみてください。はい、そしたらですねお次紹介するのはカバー力が高いタイプの化粧下地。結構ねカバー力が高い下地もね意見来てたんだよね。そうというのもおそらくね下地の段階でカバー力がね高いものを使うとその次に使うファンデーションのね量が少なくてもねほど足りちゃうんですよね。そうだから結果としてねベースメイクが薄くなって崩れにくさにつながるっていうね流れなんだと思います。はい、そんなカバー力が高い下地で人気だった商品がこの2つ。1つ目がナンバーズインのポーセリンベーススキントーンアップベージュ、そしてもう1つがチャコートのラスティングベースでした。はい、そうしたらまず1つ目ナンバーズインの下地、これはね私も本当に大好き、めちゃくちゃおすすめです。本当にね化粧下地というよりももはやファンデーション
ションとしても使っていいんじゃないかなと思うぐらい、これはねカバー力すごい高いです。出してみた方が分かりやすいと思うんだけど、もうさほぼファンデーションじゃない。こうやって伸ばしてみてもファンデにしか見えないんだよね。でもね実はこれ化粧下地なんですよ。ブランド側はねこの色味のことを半透明ベージュって歌ってるらしいんですけど、本当に下地以上ファンデ未満の色補正効果っていう感じで、テクスチャーはこの通り滑らかでちょっとねしっとり寄りの下地ですね。でほんのり爽やかないい香りもついています。今こっち側はさっきね紹介した全くねカバー力がない下地リノビューティーつけていて、で今反対側に高カバーな下地ナンバーズインをねつけたんですけど、やっぱこうやって比較をしてみるとナンバーズインのカバー力の高さ伝わるんじゃないかな。うん、なんかねほんと下地塗ったとは思えないぐらい、ファンデ塗ったんかなって錯覚しちゃうぐらいやっぱねこの下地はカバー力高いです。この上からさらにねファンデーション重ねても問題はないんですけど、そんなにね肌トラブル気にならないよっていう方だったら、もはやねこれ一つでベースメイク完成させちゃっても十分だと思います。もうそのぐらい一発で肌が綺麗に見える下地。はい、そしたらじゃあお次はチャコットの下地です。この下地はコスメの口コミ雑誌 LDK ザビューティーで2021年度の崩れにくい化粧下地第1位をね獲得しています。大前提としてこのチャコットってブランドが舞台メイクのためにね作られた化粧品ブランドなので、全体的にね崩れにくさに特化してる商品すごく多いです。でこれもね出してみるとこの通り結構ファンデっぽいですよね。伸ばしてみてもこの通り引き続きねしっかり色味がのるような感じ。横にナンバーズインを出してみると、うん、まあこれらもやっぱ結構似てますね。テクスチャー使用感すごく似てるんですけど、比較をしてみるとナンバーズインの方がね明るめのカラーなのと、まああえて比較をするならばナンバーズインの方が気持ちちょっと水っぽい感じ。まあでもかなりね似てると思っていただいて問題ないと思います。はい、今こちら側にナンバーズイン、こちら側にチャコットつけてみましたが、それぞれ仕上がりはこんな感じ。並べて比較してみると、まあ、この2つもね、仕上がりにすごく分かりやすい大きな違いがあるっていう感じではないかも。両方とも化粧下地の域を超えたかなり優秀なカバー力が備わっています。だからカバー力が高い崩れにくいね、下地が欲しいって方は、まあ、個人的にはね、どっち選んでも失敗ないかなって思うんだけど、あえてね、違いを言うならば、一応ね、紫外線カット値はナンバーズインの方が PH がね1個だけ高いです。あと使用感も両方とも似てはいるんだけど、比較をするならば個人的にはチャコットの方がちょっとしっとりする感じ、ナンバーズインの方がちょっと水っぽい感じがするかな。まあえて比較をするならば、はい、この2つもねすごく大人気でした。はい、そしたらねプチプラはお次がラストなんですけど、最後はね乾燥が原因で崩れてしまう人向けの保湿特化系の下地です。それがこちら B アイドルのアイザレベース、 83% が美容液成分でできたみずみずしいクリームテクスチャーが特徴の下地で、中身は出してみるとこんな感じ。これもテクスチャーはねなんか緩めのクリームっていう感じで、結構スキンケア感覚でつけれる下地。この下地ねすごくしっとりするので、塗ることでツヤもしっかり出るんですけど、実はね下地自体にもパールが配合されてます。だから保湿と同時に仕上がりにね結構ツヤ感を出したい人にもおすすめの下地。通り仕上がりのねツヤ感がすごい綺麗です。この下地こっち側が今すっぴんなんですけど、こうやって比較をしてみるとこの下地ねほんのりトーンアップ効果も感じられます。仕上がりにねツヤがしっかり出るのと、あとトーンアップ効果がねある下地なので、その2つの効果で元々あったね肌トラブルっていうのはね一定カバーされるような、そんな下地です。この下地はねやっぱ結構しっとり感感じるかも。一旦ねティッシュくっつけてみます。はい。
こんな感じでちょっと落ちるのに時間がかかります。あの最初の方にね紹介した皮脂テカリ防止下地とかはね、全然ティッシュこうやってくっつけてもすぐねパラッと落ちてしまったので、まあ、同じね崩れにくい下地ではあるものの、やっぱね全然タイプが違いますね。はい、保湿感重視の方はこちらぜひチェックしてみてください。はい、そしたらここからはですね、デパートコスメの中で特にね人気だった化粧下地ご紹介していきます。一つ目がですね、密着力がとにかく優秀だというね声が比較的多く集まった商品、それがこちら、ローラミルシエのピュアキャンバスプライマーハイドレーティング N とインウイのフィックスプライマーでした。なんかねみんなの意見集計してみた結果、デパコスはねあんまり皮脂テカリに特化してるタイプの下地はねなくって、それよりかはなんか高密着だったりとかそういったタイプの下地がね多いような印象を受けました。はい、そうしたらねまずはローラの下地からレビューしていきます。この下地はね約 93% が美容成分でできた下地、崩れ防止にもねすごく強いんですけど、それと同時にねくすみにくさにもね結構特化してるタイプの下地です。出してみると中身はこんな感じ、もうね伝わると思うんですけど、この下地ねとにかく軽いです。軽いジェルみたいな質感で、伸ばすとこの通り結構ね水っぽくお肌に馴染んでくれます。で色は全くつきません。今ね下地塗ったんですけど、正直ね塗る前と塗った後何が変わったかっていうと、ちょっとツヤ感が増したかなぐらい。この下地ねカバー力はほぼほぼないと思っていただいて問題ありません。塗ってる時はねすっごく滑らかですっごく水っぽいんですけど、お肌に馴染み終わるとちょっとね肌質がペタッというか密着感をね感じます。この下地がねいいなと思うポイントは、塗ってる時はね全然密着力を感じないんだよね、いい意味で。だからなんか塗ってる時に途中でなんかちょっと固まり始めちゃって、あやばいムラになりそうとか塗りにくいとかそういったのは全く感じないのに、塗り終わった後にお肌にねちょっと密着力が出てくれるので、そこがねすごい使いやすいなって思った。この下地はね本当崩れとくすみに特化してるすごくシンプルで分かりやすい下地っていう感じかな。いろんな機能をね幅広く備えた全体的に平均値が高い下地が欲しいって方はね、ちょっと物足りないって思うかもしれないんだけれども、お肌のお悩みポイントがね崩れとくすみ、この2つがね特に悩んでるんだよなって方からしたらね、すごい使い勝手がいい下地だと思います。はい、2つ目がねインウイの下地でした。私ねこれ使ったことないんですよね、今から初めて使います。調べてみたところ、均一なツヤ肌と密着感が長時間続く化粧下地とのこと。仕上がりにねツヤ感は出るみたいなんだけど、でもね肌質はサラッとするっていうね、ツヤとサラッとがね両立するっていうのがポイントみたい。出してみると、はい、中身はこんな感じ。うん、これもすごい滑らか、結構薄膜っぽく伸びる感じの下地かな。でもなんかもう手に伸ばした段階でちょっと綺麗そうじゃないですか。ローラメルシエとイーウイそれぞれ塗り終わりましたが、仕上がりはこんな感じ。イーウイね今初めて使ってみたけど、仕上がりこれめっちゃ綺麗。なんかねなんて言ったらいいんだろうな、カバー力がねすごく高いっていうわけでもない気がするんだけど、なんかナチュラルにお肌を整えてくれるようなそんな仕上がりですね。これ素肌っぽさは残しつつも、でもちょっと多少はカバーして下地の段階でお肌を綺麗に見せたいって方にはねすごくちょうどいいカバー力だと思います。でお次仕上がりの質感なんですけど、インウイね結構ツヤっぽくなるのかなと思いきや、まあもちろんねツヤ感は出てはいるんですけど、個人的にはねこっち側のローラの方がなんかツヤしっかり出てるなって思うかも。まあ両方ともツヤ仕上がりではあるんですけど、適度なツヤ感がいい方はインウイがおすすめで、しっかりツヤを仕込みたいって方はローラの方が相性がいいかもしれません。でこのインウイの下地も密着力
力があるっていうね、素形はあったはあったんですけど、この下地もね、塗ってる時になんかちょっと固まっちゃって塗りにくくなるとか、ムラになりやすいとか、そういったことはね、全く感じないタイプの下地でした。うん、なんかね、両方ともすごい万人が使いやすいと思う、癖がないタイプの下地だと思いました。はい、そしたらお次ですね、ちょっと意外だなって思ったんですけど、意外と票数が来てたのがこちら。ビオールのスノーメイクアップベース UV35 ブルーと、コスメデカルテサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC の10番です。私のイメージね、このディオールは崩れにくい下地っていうよりかは、とにかくね、トーンアップがされる下地っていうイメージ。同じくコスメデコルテも、これはね、日焼け止め乳液っていうカテゴリーではあるんですけど、これもトーンアップされるし、とにかくね、カバー力が高いイメージです。だからこの下地も崩れにくさに特化してるっていうよりかは、この下地を塗るだけでお肌がすごく綺麗に見えるから、結果的にベースメイクが薄くなって崩れにくくなるっていうタイプの下地だと思います。はい、そしたらまずはディオールの方。今回はね、ブルーのカラーを紹介するんですけど、ローズカラーもあります。中身出してみるとこんな感じで、とにかく、青。これね、結構色補正効果高いです。こうやって伸ばしてもね、引き続き色しっかり残ってくれるので、透明感の底上げしたい人にはこれすごくおすすめ。まだスタジオ塗っていない方と今スタジオ塗った方、こうやって比較をしてみると明らかにね、こっちがトーンアップしてるの伝わるかなと思います。でもね、このスタジオがすごいのは、明らかにね、トーンアップはしてるんだけど、白抜きっぽくね、仕上がらないんだよね。なんかもともと地肌にあった木くすみとかだけをシュッとね、取ってくれるような、そんなね、自然なトーンアップなんですよ。このね、トーンアップの感じはさすがデパコスだなって正直思う。で、カバー力もね、これ一定はあります。毛穴とかはちょっと埋まるような感じですね。で、使用感はね、これ結構軽めです。だから夏にはね、使いやすいとも思います。崩れにくさを求めつつも、同時にね、透明感とかトーンアップもね、仕上がりに欲しいって方にはこの下地がおすすめ。はい、でお次はこちら、コスメデコルテ。これもね、すごい人気ですよね。これね、3色あるんですけど、みんなのね、意見見てみると、圧倒的にね、この10のラベンダーのカラーがね、人気でした。色味はこんな感じ。ラベンダーカラーなんですけど、ちょっとね、ピンク味も強い気がします。テクスチャーはこの通りすごく滑らかで、ディオールの先ほどの下地と比較をすると、コスメデコルテのこの下地の方がちょっとしっとりより。ディオールとコスメデコルテ両方つけてみたんですけど、やっぱりね、この2つ両方ともカバー力がすごい高いです。両方ともカバー力が高くってトーンアップされる仕上がりっていうのはね、共通なんですけど、違いとしては、まずテクスチャーはディオールの方が水っぽくってさらっとしたテクスチャー、コスメデコルテの方がより滑らかでしっとりとしていました。お次、仕上がりの違いとしては、コスメデコルテの下地の方がね、ちょっと血色感が残りつつも透明感とかトーンアップが上がる仕上がり。ディオールの方はね、あんまり血色感って残らなくって、とにかくね、透き通った透明感っていう感じ。そこがね、分かりやすい違いかなっていう風に思いました。よりね、自分の好みの使用感だったりとかね、仕上がりの方を選んでみてください。はい、そうしたらですね、最後は保湿力が優秀な化粧下地ご紹介します。それがこちらでした。カネボウのクリームインデイとクレドポーボーテのボワールコレクチュール N。 はい、そうしたらまずはカネボウですが、これは朝に使う日中用クリーム兼化粧下地。水分をたっぷり抱え込んだ潤い膜が肌をラッピングしてくれる処方になっていて、保湿力が長続きするみたいです。テクスチャーはすごく緩め、クリームっていうカテゴリーではあるんですけど、メイク前につけてもね、全然問題ないぐらい使用感はすごい軽いです。で、実はこのクリーム、2種のパールもね、配合されてはいるんですけど、パール感はね、実際手元につけてみてもそんなに肉眼ではわかりません。使う際の注意点としては、これ SPF が20、PA が3プラス入っているので、夜のスキンケアに使うことはできません。
この商品ね、化粧下地としても使いはするんですけど、一応ね、カテゴリーとしては日中用クリームっていうね、カテゴリーでもあるので、なんかね、今もメイクをしたっていうよりかは、本当にスキンケアをさっと塗った、そんな使用感ですね。使用感も仕上がり面でもね、いい意味でメイクした感をね、かなり感じにくい商品です。そう、だからね、保湿感めちゃくちゃもちもちになったなっていう実感があるのと、あとはね、このツヤ感ですね。ツヤもすっごい。すごい仕込めるんだなっていうのは思ったんですけど、カバー力に関して言うとね、やっぱスキンケア程度っていう感じで、メイクアップ効果はね、これあんまり期待しない方がいいのかなと思いました。多分ね、今日紹介してきた商品の中でね、これが一番保湿力高いと思う。もうこれでね、ティッシュつけてももはやティッシュが全然落ちる気配がないです。そのぐらいね、すっすごい分かりやすくお肌がしっとりしてる。まあ、あとね、いいなって思ったポイントとしては、これね、保湿をしながらも同時に紫外線カットまでできて、で、なおかつね、化粧下地まで完了させられちゃうので、時短アイテムとしてもね、すごく優秀だなと思いました。はい、そしたら最後はクレド。この下地はね、クレドの中でも特に大人気で有名な下地かなと思います。この下地の特徴は、まず保湿力がすごく高いです。それにプラスして、皮脂によるテカリとかヨレを防止してくれる機能もついています。中身はこんな感じ。明るいベージュカラーがついていて、もうね、この手に伸ばしてる段階からすでにね、潤い感を感じます。クレドのこの下地の凄さはね、塗ってる時はもちろんなんですけど、塗り終わった後もね、引き続きちょっとなんかお肌が疲れてないというか、潤ったね、感じが残る。そこがね、この下地のすごいところなんです。この下地もね、仕上がりめちゃくちゃ綺麗です。一応ね、この下地保湿力がね、特に優秀な下地ではあるんですけど、仕上がり単体で見てもね、結構十分というか、一定ね、ちゃんとカバー力も感じられます。この下地はね、全体的に全ての項目において平均値がね、高いですね。そういう印象はあるかも。ちなみにじゃあこっち側にもね、ティッシュをくっつけてみると、はい、こんな感じ。これもね、しっかりくっついてくれました。この商品ね、お値段はするんですけど、でもね、やっぱ使ってる時も使い終わった後もね、引き続き良さを感じられる下地って結構ね、珍しいかなって思うので、お値段を出してみる価値は十分にあると思える、そんな化粧下地です。気になった方はこちらもぜひぜひチェックしてみてください。はい、以上で視聴者さんに聞いた夏におすすめ人気化粧下地のご紹介終了になります。いかがだったでしょうか。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。この動画が皆さんのね、お買い物の参考になっていたら嬉しいです。この動画がね、参考になったよとか面白かったよって方は、高評価とチャンネル登録していただけるとね、すごくすごく励みになります。はい、では皆さん、また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。